株式会社 SPO は日本の企業。1987年、スタジオピエロとオリエンタルシネサービスの共同出資によって、オリエンタルシネサービス副社長だった、勝木宿ばれを社長として迎え、東京都港区赤坂にて、ビデオ販売会社として設立された。社名のスポは、セールズカンパニー・オブ・ピエロオリエンタルシネサービスの略である。 1992年のバーチャルウォーズより映画配給事業に参画し、1994年6月に映画配給会社、K2 エンタテインメント株式会社を設立して自社配給を開始した。なお、初の自社配給映画は1997年の妻の恋人、夫の愛人。2002年10月には K2 エンタテインメントより、 映画配給事業の営業権を譲渡され、スポ自身で映画配給事業を行うようになった。さらに2006年には3つの映画館を一気に開設し、映画館を自営し始めた。映画のみならず、アジア初ドラマの制作、翻訳、配給も積極的に行っている。ありがとうございます。